シグザウエル P226 はザウエルゾー運車が P220 の後継として開発した自動拳銃。ステンレスの P226SP220 との違いは見た目ではわかりにくいがダブルカラムマガジン化が最大の改良点である。このため相弾数が 9X19mm パラベラム弾使用で9発から15発に増えている。 40S&W 弾モデルと357シグ弾モデルの場合は12発になっている。P220 と同様にマニュアルセーフティーを持たない代わりに起こされたハンマーを安全にハーフコック1まで落とすためのデコッキングレバーを有する。長時間水や泥の中につけた後でも確実に作動するほど耐久性は高く、アメリカのガンショップでは P220 より高価である。 軍のトライアルでは価格の高さやマニュアルセーフティを備えないことなどからベルッタ92に負け採用されなかった。海上自衛隊特別警備隊が P226R を2007年6月28日の公開訓練で使用するなど各国の軍隊、SAS、アメリカ海軍シールズなど警察など予算的に余裕のある特殊部隊 期間では多く採用されている。トリガーアクション、バレル調、フレーム素材、相談数、アジャスタブルサイトの有無などの違いから、X5 やエクスプレスなど、複数のモデルが存在する。最初期に製造されたモデルは、スライドの左側面にシグザウエル、右側面に P226 の刻印が施されており、現在流通しているモデルと若干異なっている。 近年のモデルでは 20mm アンダーマウントレールが標準装備されている。現在はカタログが整理され、後日の P226E2 の名で売られていたものが P226 のスタンダードモデルとなっている。シュアファイア X300 ウルトラを装着した P226 マーク 25P226X5P227 ザウェルゾーン社の アメリカ合衆国現地法人、シグザウエル社が設計、製造した P226 の派生型。2013年に導入され、2019年に廃止された。使用弾薬を 45ACP 弾に変更している。45ACP 弾モデルの P220 のマガジン相弾数が8発であるのに対し、P227 のマガジン相弾数は10発である。 ダブルスタックマガジンを備えるとコップスは14発相談可能。P226 を小型軽量化したモデルとして1989年にリリースされたのが P228 である。この P228 は小型軽量化に伴い P226 よりも安価になった。それに加え相談数が13発と多めなことからアメリカ軍で M11 の名称で 正式採用されているほか、DHS、FBI、DEA、NCIS、アメリカ空軍特別捜査室といった捜査機関でも使用されている。また、フランス国家憲兵隊の特殊部隊であるギギン、ドイツ警察の特殊部隊であるスウェーデンクローナ、イスラエル陸軍、日本警察の SAT、海上保安庁の SST で採用されているのが確認されている。 一般的に P228 は P226 のスライドを短くしただけのものと誤解されがちだが相談数を減少させることによってフレームがスリム化され手の小さい人でも使用できるようになっている。また P226 のグリップとも若干異なり親指が当たる部分がやや凹んでいて P226 に比べても握りやすくなっている。 後継の P229 が開発されたことで民間への販売は中止された。2012年より民間用の M11A1 が販売されているが、これは新型 P229 のバリエーションモデルで P228 ベースの M11 とは別物である。P229 及び M11A1 の断層は15発まで可能だが形状が若干違うので、 P228 二百及び m 十一には使用できない。p 二百二十八をより強力な玉種に対応できるように改良したモデルで p 二百二十八の後継モデルとなる。p 二百二十九はスライドが削り出しで作られており、p 二百二十八とは形状も異なる。四十 s w 弾を使用するモデルと三百357主具弾を使用するモデルが、 追加されている。相談数は、q x 1 9ト、mm、ルパラベラム弾モデルが15発、40S&W 弾モデル、357シグ弾モデルは共に12発。アメリカ合衆国のシークレットサービスと連邦航空保安局が、357シグ弾モデルを、アメリカ沿岸警備隊が、40S&W 弾モデルを採用している。ありがとうございます。